ラウブルラウブルはバスク十字とも呼ばれる十字の一つ。ン字に似た曲線上の四本のアームを持つ。このシンボルはケルト人やゲルマン人のような他のヨーロッパの民族の芸術的表現において多く見られるだけでなく、西五都族の絵画や彫刻でも見られる。また、ラウブルはアストゥリアス州やガリシア州の穀物庫であるオレオにも残されており、この場合は単に テトラスケレスと呼ばれている。ラウブルは、アラゴン州ではクアトレフエイヤス、またはレリガーダスと呼ばれ、4本かそれ以上の曲線を持つ漫字として紋章の中で描かれている。ラウブルは現在、バスク人にとって、最も有名でバスクを象徴するものと認識されているが、歴史的に用いられてきたことはない。例えば、文化的に、 バスク国とみなされる土地のいずれの紋章にも旗にも、ラウブルが描かれたことはないのである。サンタクルス皇爵夫人、ホワキナ・テリエスヒロンの肖像、フランシスコ・ゴヤが、家中のリラにラウブルが描かれている、歴史家や当局は、古代のシンボルに、空和の意味を適用しようとしてきた。原型の意味するものについて議論がなされるが、それは常に、キリスト教以前のシンボルだと見なす。 一部は太陽を表すといい、また別の人々は人の一生の流れを表すのだという。異なる解釈では、右に曲がったコンマは生命の象徴であるといい、反対に左に曲がったコンマは死を象徴するという。一部の人々はバスクの四つの地方を四つのコンマが意味していると、みなしている。ラウブルはバスク国の紋章で組み合わされている、こう、低の両ナバーラ、ギプスコア、 ビスカやアラバ、ラプルディ、スベロワ、七つの紋章のいずれにも登場しない。バスクの知識人、イマノルムジカは、四つの点は、精神、生命、意識、形態を表していると語るのを好んだ。しかしラブルは、一般的には繁栄のシンボルとして用いられてきた。フランスの歴史家、カミー・ユジュリアンは、ご検定時代の後、現在までのバスク地方で、 曲線上でもなければ、直線上でもないマン字型の例がないことを発見した。パラケルススのアーキダクシスマカエでは、ラウブルに似たシンボルを載せている。これは動物を癒すデザインであった。エムコラスは、ラウブルは、マン字と関係がないとみなしているが、パラケルススに由来し、動物を癒す者、魂を癒す者の,の墓を表すと考えている。16世紀終わり頃、ラウブルは、 バスクの装飾的な衣装として、木製の椅子や墓石に多く現れるようになる。これはおそらく十字の異なる形態としてだろう。直線上の万字型は19世紀まで見つからなかった。バスクの多くの民家や商店では、お守りの一種として、戸口の上にラウブルが掲げられる。サビのアラナは、ラウブルを太陽の象徴だと解釈し、日韓神エウスカリ第1号において、 誤った由来に基づき、自らが唱えたバスクの対応数排泄を支持した。ラウブルはバスク民族活動等を含む様々なバスクの政治団体の旗や紋章で描かれている。しかし、政治的象徴としての利用のみならず、民族的特徴、バスク文化のシンボルとして頻繁に利用されている。文化的アイコンとしてラウブルを使用することは、 バスク文化の多くの要素を抑圧したフランコ独裁時代には一部を除いて行われなかった。ラウブルとは、四つの頭、四つの終点、または、四つの頂上を意味する。一部では、ラウブルは、ラテン語から派生したと議論が行われている。だから、これは、ケルト語源でラバラムと呼ばれたカンタブリア石碑にまで、遡り、進化し、ラテン語のラバルムなった。これが、 民間語源なのではないかというのである。しかし、フィデルフィッタ神父は逆の説を考えている。ラバラムがアウグストステージ代からバスク語の単語として採用されていたと考えている。ありがとうございます。